わけで、スロットフェスティバル3日間、3日目のスロット市のライブに私とリムを参加させていただきました。ありがとうございます。スロット市は本当に昔、今みたいなオンビハブじゃない音楽で、こちらを知り合いですけど、その時のライブは全く変わらないと、アットホームな感じで巻き込める。